どうもエルザです。それではリッチャー3ワイルドハントやっていきたいと思います。ということで、今回からは味方探しということでノビグラで来ました。では早速ゾルダンと話しましょう。前に私と同じ事業に手を出そうとした男は行方不明になって1ヶ月後に発見された。この意味がわかるか、シベイ。大げさな。健全な競争相手として歓迎してくれないのか。こんな奴と話すだけ無駄ですよ、公爵。言葉よりも両膝を折ったら一発で理解するでしょう。おお、ゲラルト、よく来たな。ん？何やってるんだ。何か問題か。問題？誰も問題なんて抱えちゃいない。ただお前に新しい友人を紹介したかったのさ。ちょうど今話が決裂したところなんだ。そうだろ。次は決着をつけよう、シベイ。ではまた。どうしたんで、飲みだらけの変野郎が怖いんですか、公爵。命令してくれれば片付けますよ。体を切り裂いてあっちのチビに食わせてやりますよ。どうです。また今度な。ある。行くぞ。とっとと行け。二度とこの辺にその面を出すなよ。肩までクソに埋まって掘り出すシャベルもないって感じだな。一体どういうことだ。どうした。一緒に商売でもしてるのか。その逆だ。わかるだろう、ゲラルト。長い付き合いなら。何か手伝ってほしいんだろう。実は奴らとの共通の知人に借りがある。物乞いの王フランシス・ベドラムというやつだ。その借金を返すために本気でグエントに取り組むことにした。話がどんどん良くなるな。賭けで稼ぐんじゃなくてカード自体を売るんだ。最近じゃ希少なカードはかなりの値がつく。残念ながらそれを知ってる商売敵は少なくない。俺のコレクションに買い手がつきそうだが、あと3枚だけ足りない。それなのに公爵の手下がどこでも邪魔してくる。どう思う。手伝ってやろう。分かった。そのカードを集めよう。足りないのはどれだ。フランギラ・ビゴとアイセングリムとジョン・ナタリスだ。手に入れるのはバカみたいに難しい。公爵も苦戦してるようだ。まさか当てもなく探してるのか。いや、そうでもない。ゼッドが持っているはずだ。最近盗品の売買をやめて今はカード売りだ。困ったことに奴は俺とは口を聞かない。俺が目の前で1枚しかないスコイアテルのカードを買ったのを根に持ってる。奴と会ってくれないか。ゼッド、聞き覚えがある。カードの世界では大物だ。南の壁で店を開いている。それと ありがとうな、ゲラルト。おかげで借金返済に希望が湧いてきた。気にするな。じゃあな、ゾルダン。そうか、ここに来てクエストの手伝いか。危険なゲーム追うしかねえよな。貧乏人はついてない。さあ、伊藤。まあ、距離がどれくらいあるかだよね。遠そうやな。あ、意外と近い。さあ、もう大丈夫。そっか、じゃあこうやってクエストいくつかこなさないといけない感じだね。開かないが、Z は中だ。助けがいりそうだな。他の入り口は。他の入り口ね。雨漏りしてる。ここは入れない。裏から入る感じか。ああ、物乞いね。開けろ。ありがとう。どうでこっちからか。鍵がかかってる。ダメ。こっちもかかってる。
や、そういうわけでもないか。ジョッキ。Z の家に入る方法。鍵はかかってるね。はあ、なんだ、友達になりたいのか。いや、こっちから無理か。意外と手間がいるのね。そこは入ってきたところ。Z の家に入る方法か。なんだ。シール。そんな言い方する？雨の日は倍よ。おう、このわざわざ上から上がれる感じ。はあ、ははあ。おい、ジャンプ。屋根から入るか。逆にここ開けてるって。さあ、Z とは。いや、最後の願いと。 Z だな。そうか、やられてたか。 Z だな。お、そうやって登れるの。マジか。さあ、事件か。見つけたか。いや、 Z から台帳のありかを聞き出せなかったなんて公爵は怒るぞ。仕方なかっただろう。まあなんとかなるかな。一応アイセングリムのカードは手に入れたしな。いや、くっそ。おい、リンゴ、出番だぞ。奴を片付けろ。ついてなかったな。ああ、ってことは普通のクエストであるのか。ああ、しかも刀と剣は使えないと。あ、魔法も使ったらダメなんだね。痛いって。まったく。おい。で、あ、持ってるね。気性の荒い猫がいるか、この裏に隠し部屋があるかだな。隠し部屋ね。奴ら何かを探してたようだな。スコイアテルのデッキのアイセングリムフルキアーナだ。価値はわからんが、まあ、とりあえず台帳を探す価値はありそうだ。台帳、気性の荒い猫がいるか、この裏に隠し部屋があるかだな。さあ、あ、どうだよな。Z からカードを買った客の名簿か。先品の中に公爵。あ、公爵も買ったんだ。ゾルタンが見たがるだろう。そうだね。じゃあ台帳とか私行きますか。まあ強盗入られてたんだね。残念としか言いようがない。まあ見つかるのはだいぶ経ってだろうね。これぐらいの高さだったら、そうだね、大丈夫だね。さあ、トリスとか、もう助け呼ぶときクエストがいりそうだね。もう倒れちゃいそう。まあ、だいぶレベル差があって、こなすのは楽そうだけどね。うい。
ゾルタン。ゲラルト。そうだね。カードのことだが。カードのことだが。あったか。アイセングリムのカードだ。見せてくれ。エルフは皆美男美女だと思ってたが、ゼッドは元気だったか。ゼッドは殺された。ちょうど訪ねた時にな。そりゃご愁傷様。他のカードは。他のは見つからなかった。他のカードはなかった。クソ、あの野郎が撃った後か。ゼッドの台帳を持ってきた。見せてくれ、記録によると残りのカードを買ったのはシーザー・ビルゼンとラビか。悪くない。こいつらを訪ねてみよう。おお。シーザー・ビルゼンってのは？クリーバーの事務係だ。いいやつだが今は偉くなって酒も飲めないし、釣りなんてもってのほかだ。釣り？やつとは釣りクラブポンター川の誇りで出会ったんだ。だがシーザーはもうクラブには来てない。新しい役目に夢中で家から出ないのさ。少なくとも居場所を探す手間は省けるな。ラビー。ラビー、誰だ？カードマニアの詐欺師だ。ナタリスのカードを買えるような大金をどう工面したんだか。やつをひったたいて以来俺との仲は最悪だ。お前一人で行ってくれ。俺が行くのか。俺がカードを手に入れてくれ。重要なことだってのは分かった。俺がカードを手に入れてやる。助かるよ。一緒にシーザーと会おう。待ち合わせは奴の家の前、大祭司広場で一番趣味の悪い建物だ。建物の正面が金色に塗られている。先にラビに会いに行くなら、まずはゴールデンスタージョンを探すといい。分かった。じゃあ後で。それからラビと長々交渉する必要はない。顔面を張り倒してやれば言うことを聞くだろう。うまくやれよ。顔面、もう解決する方法が。さあ、そしたら選択肢終わったからね。ゲラルト、ワイルドハントと対話に協力してほしい。なら何をしている。早く迎えに行け。その前に仕事を頼んでおきたくてな。ケイアムル編に来てくれ。シリもそこへ連れて行く。すぐにワイルドハントが攻めてくるだろう。一緒に戦ってほしい。任せておけ。我が斧にかけて。ではケイアモルヘンで。ベセミルやエスケル、ランバートもいる。さあ、まず一人 OK。 ロッシュ、ロッシュはどこだ。話がスムーズにいくといいな。伸びが、あれ、あ、ロッシュはめっちゃ離れてんのか。先にトリスに会いに行くか。これのさあね、トリスもう近い順から。中でか、まあいいや。そうだね、話が順調にいくこともあるんだけど、そのサブクエストどれだけしてたかだろうね。要件が済まないと会話の選択肢が出てこないっていう感じかな。さあ、久しぶりにだね。なんだい、誰に用だ。トリスだ。男とペットは連れ込むなって入居の時から言っておいたのに。うちは格式ある建物なのよ。大丈夫、長居はしない。お金だけもらっていくわ。アイテムね。さあ、トリスに話をして、置かないとね。
違う。ねえ、役切り替えね。さらに上か。ゲラルト、困ったことがあるの、話せない？やっぱりか。さ、何があるかな。何、ゲラルト。ああ、じゃあワイルドハントと共に力を貸してほしい。ついにシリの居場所が分かった。よかった、夢みたい。でもどうして連れてこないの？何か危険が？あの子に会えばすぐにワイルドハントにも知られるだろう。ケイヤモルヘンへ来てほしい。シリを連れて行く。そこで一緒にワイルドハントと戦うんだ。シリのためなら何でもする。でも一刻も早く魔術師たちを避難させなきゃならないの。私を頼ってくれてるみんなを見捨てていけない。そうだな。二人でやったらどうかしら。手伝ってくれたらかなり早く終わると思う。どう？考えてみて。まあ考えるまでもないね。一体何の話だ？変な手紙を受け取ったの。どうしていいかわからなくて。誰からだ？イングリッド・ビーゲルバットよ。多額の寄付の申し出があった。ノビグラドからの魔術師の脱出に力を貸したいらしいの。慈善事業というわけではなさそうだな。当然よ。だから困ってるの。ビーゲルバットは私に見返りを求めてる。それが何かは書かれてなかったけど、魚市場で使用人と会うことになってるの。直接会って詳しい話がしたいって。でも今の状況では会わない方がいい気がするの。そうか、力を貸そう。全く賛成はできない。だがその決意が揺らぐこともなさそうだ。一人では行かせられない。ありがとう。その使用人とはどうやって会うんだ？見ればわかると言ってたわ。青い上着を着て鍵の束を腰に下げてるって。マスの値段を聞くのが合図だそうよ。誰の思いつきだ？一体誰の思いつきだ？使用人か、ビーゲルバッドか。イングリッド本人かな。高貴な生まれの霊嬢は時間があるから冒険小説をたくさん読めるのよ。その青い上着の男とは俺が話した方が良さそうだ。彼は私が来ると思ってるわ。君は近くにいろ。手紙がウィッチハンターの罠でないことを確かめてから来るんだ。分かった。その場所で待ってる。さあ、次か。っていう感じか、トリスか。生死に関わる問題。これ全員あるな。全員サブがあるな。この流れだと。あれ、こっちじゃない。さて、結構遠いかな。ほい。確か武器が使えないんだよね。姫すげえな。ああそうだね、戦闘が始まったからか。さあ、青い服。こんな雨が降ってる日に。まいったな。腰に鍵。あ、いたね。何です？マスはどこで一番安く買える？マスを一番安く買えるところを知らないか？知ってるよ。でも来るのはあなたじゃないはずだ。手紙の受け取り人のことなら俺が代理だ。忠告しておきますが、俺の忠告はいいから黙れだ。悪いことは言わない。仕方ありません。一緒に来てください。こちらへ。すぐ近くです。じゃあちょっと案内してもらおうかね。なんだろうね、確かに魔法使い魔女に対して。いやー、全く。お、なんちゅうことしてんねん。いやー、邪魔が入る感じか。まずいな。
さあ終わりかな。助かりました。行きましょう。ああ、イベントか。なぜ襲われた。わかりません。初めて見た連中です。最近何者かが東京を嗅ぎ回っています。特に伯爵のご子息について。待って、ミス・メリーゴールドは一人で来る約束でしょう。彼がいなければあなたは捕らわれ尋問されていたわ。背の高い男はバルド・ムリスといってウィッチハンターの手下よ。ええ、確かに。でも今のは予想外のことで、ビーゲル・バッド様は話すというのは何だ。それで話は何だ。短くな。ビーゲル・バッド様のご子息が問題なのです。アルバート様が錬金術に興味を持たれていることが衛兵の耳に入って。衛兵は心配ないと思うけど、ウィッチハンターがあなたを捕らえようとしたならアルバートも危ないわ。ええ、ご主人様は衛兵を買収されましたが、ウィッチハンターも魔術師の首に金を出すので。衛兵ども伯爵家から賄賂を受け取り、ウィッチハンターにまで密告したか。そうだね、アルバートは早急に身を隠した方がいい。アルバートはなるべく早く身を隠した方がいい。それなら手を貸せるわ。気づかれないようにビーゲルバット家を抜け出すことはできそう。簡単ではありません。アルバート様は郊外の別荘に隠れておられます。イングリッド様はご子息を密かに連れ出すため仮面舞踏会を開催します。それに参加して彼を連れ出せばいいのね。ええ、あなた様のお力が必要です。使用人たちは信用できません。うん、いい考えか。それならウィッチハンターの目をくらませられる。噂に名高いビーゲルバット家の舞踏会なら間違いないわ。何百種類のデザートが並べられて、夕暮れから夜明けまで花火が上がりっぱなしって噂よ。戦争などの事情のため今回は85種類のデザートしか用意できません。ナザイルの青いバラの砂糖漬けもありません。あの種のバラは最近手に入れるのが難しく。早く見てみたいわ。そうだね、俺もトリスについていく。早めに抜け出せればいいが。ついてくるつもり。もちろんだ。ライオンの巣に一人で行かせるわけにはいかないだろう。考えてもみろ、85種類のデザートだぞ。そのウエストを維持できなくなるぞ。ゲラルト、その別荘にはどう行けばいいの。招待状です。詳しいことは門の警備に聞いてください。狐の仮面で来てください。幸運を祈ります。狐の仮面、一応なんかあるわけだね。そうだね、今から向かおうか。向かうとするか。まさか冗談でしょ。準備をして着替えて、何より仮面を買わなくちゃ。舞踏会に必要なものはエリハルのお店で揃うわ。知ってる？ああ知ってる。エリハルはダンデリオンの友人だ。仮面だけでいいだろう。まさかダブレットを着込めとは言わないよな。そのまさかよ。議論の余地はないから、準備ができたら来て。さあ行きますか。さてさて、アイテムを買いに行きますか。こっちだね。キツネの仮面を買うと。新しいだからね。しかもね、ちょっと待った、どこまで行く感じだ。いや、そんなに離れてないか。まあただ濡れた服で行くのはまあ確かに間違いではあるな。あ、ソルタン、あいつか。あはははは、なんか懐かしいキャラな気がする。多分オカマっぽい人じゃないかな。違うかな。あ、めっちゃバタ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 って。さて、あれ、あ、いた。いらっしゃい。
彼のコレクションを見さあ商品見して品揃えを見もちろんどうぞ。新しいの買えっていう話だからな。ああ報酬でお金はもらってるからね。まず売るだけ。ああ相手の所持金がない、まあ、そういうこともあるよね。おーか、おーなんか見覚えあるね。キツネの仮面と、こっち狼だもんね。これを一つ、あとは、新しいのって言われてたしな、これと、これとスケリッチを持っていったら怒られるだろうね。ニルフ。あれこんなもん。じゃあな。新しいの着替えるか。この着替えるってね、結構ね、結構めんどくさいのよね。さあ、次、キツネの面を持っていくと。さあさあ、雨も止んだっぽいね。来ないで。お前の行動が全て監視されてると。もうちょいこうね、移動が移動が楽になると。さあ狐の面を渡せばいいのかな、単純にね。の男が来た。一日中扉が休まる暇がない。さあドリスに渡して、あら私の言う通りにしてくれたのね。冗談だったのか。まだ着替える時間はあるな。ダメよ、とっても素敵じゃない。準備万端。さあ仮面を2つ買ってきた。準備は整った、行こう。こういうパーティーがもっとあればいいのに。こんな時でないとあなたの清掃を見られないもの。ダブレットのせいで脇の下が擦り切れそうだ。こいつの着心地は最悪だ。その英雄的な自己犠牲の感謝は忘れないわ。さてと行きましょうか。仮面がない狼。いや普通にさ、キツネ一個しか売ってなかったよね。ようこそいらっしゃいました。舞踏会に招待されたものだ。招待状を拝見します。結構です。ビーゲルバット様は中の庭園でお待ちです。オウムの仮面の方を探してください。それから剣はこちらでお預かりします。何かの間違いか。何かの間違いだろう。俺たちのことは聞いてるはずだ。もちろんです。ですが敷地内へは誰にも武器を持ち込ませないよう命じられています。まったく。素晴らしい夜をお過ごしください。
敵なところね。町の外に出るのは何年かぶりだわ。あんな女と。ほら、もう泣かないの。男は他にだっているわよ。純男爵様なのよ。知らないふりをしても無駄だ。そう。それが年長者に対する態度か。無視は良くないぞ。何かの間違いですわ。あなたを存じ上げませんもの。バカを言うな、ビビアン。その髪を見間違うものか。高貴な令嬢を演じているが、お前などあの、なんとか男爵が引き立ててやらなければ、今もただの。いい加減にしろ。ご婦人は嫌がっている。こいつは誰だ。新しい男か。前のより年を食ってるな。全身シワだらけでカビが生えてそうだ。じいさんの方が金の払いがいいというわけか。行こうトリス。騒ぎを起こしたくない。ビビアン、おい。パシフローラの外れでバシャバンをしていた頃はいい女だったのに。戻ってこい、ご主人。最低ね。話は終わってない。確かにね。まあ、よちくれだったっていうね。また食事に遅れたわ。さあ、とりあえず急ごっかね。モーリッツ、ここで何してるの？これはメリーゴールドじゃ。優雅な会になると思っていたのだが。私もそう思ってたわ。でも今はそれは置いといて。ノビグラドから脱出できそう。よければ一緒に。傍観する。一緒に？他に誰が一緒なんだ？あなたの仲間もいるわ。みんな集まったら私が連れて行くから。君が？勘弁してくれ、メリゴールド。アバズレについていくのはごめんだ。さらばだ。感じの悪いやつだ。感じの悪いやつだな。どうして話しかけたんだ？昔の友達なの、モーリッツ・ディーフェンゼル。詳しい話は今度ね。いやだ、あんなに酔った。まあね、いろいろな人がいるんだね。おー、あんまりゲームの中でも見ない感じだね。アイテムすげえな。なるほどね。あ、間違えて話してしまった。二度目があると。あー、お笑いだな。あのジョエルを相手に二度目があると思った連中で墓場は満員だ。まったくだな、シギ。ゲラルト、なんてこった。なぜ俺がわかった。いや、豚やん。声で。その声は聞き間違いようがない。ウイちゃんの五感は噂にたがわんな。こんな場所でも役に立つとは。一緒にいるのは誰だ？紹介してくれるのか？あら、ルーベン。驚いた。俺の最愛の共犯者と一緒だったのか。楽しいパーティーだが、見たところ急いでいるようだな。そうか。なあ、ゲラルト、お前とはパーティーでは会いたくないな。話の前触れみたいに関節が痛むんだよ。そうだね。過去作で何かしら、何かしらね。お腹いっぱい。もう一口も食べられないわ。取れるものは。飢えてる子供たちがいるのよ。アイテム取って。酒はね。こう。これでいいかな。よし。ちょっと失礼。あなたは。そう、マスの仕入れ係ですわ。え？ああ、そうだったわね。警戒しすぎかもしれないけど、人のいない場所でお話できる？力を貸してくださってありがとう。お友達が一緒なのは使用人に聞いたわ。アルバートの逃走を知っている人は少ない方がいいのだけれど、信用できる方なら。大丈夫よ。そうだね。
ウィッチハンターが現れたこと。最近奴らが現れたの。使用人が市場で襲われて以来は一度も静かなものだわ。なるほどね。に賄賂を送ったの。アルバートの噂は広がっているみたい。なぜ衛兵に錬金術のことがバレたのかしら。アルバート自身から広まった可能性もあるの。ただの実験をすぐ大げさに自慢するから。父親に似たのね。あまり賢くはなかった。アラキスにやられたの。ご存知かわからないけど。なるほどね。随分と田舎まで旅をしたんだな。いいえ、アラキスを養殖しようとしたの。アルバートが興味を持ったのが錬金術でよかった。比較的安全だもの。でももうダメ。アルバートを迎えに行こう。アルバートを迎えに行こう。どこだ。お客様をもてなしてるわ。パーティーではいつも一番目立つから。いつもと違うと怪しまれるでしょ。いつ彼を連れ出していいの。お客様の酔いが回って今日の記憶が消えちゃうくらいの頃合いがいいわね。大丈夫、すぐにそうなるから。さあ、逃走の準備できているのか。逃走の準備ができているのか。時間はないぞ。ええ、準備は万全よ。どこへ連れて行くの。詳しいことは知らない方が安全だわ。彼の無事は保証するから。でも私を信じて。今までもうまくいったでしょ。そうね、ありがとう。さあ、どうやって彼を見つければいい。どうやって見つければいい。ヒョウの仮面をつけているわ。迎えが来ることも知ってる。なんだかワクワクしてたみたいね。この事態を本当に理解してるのかどうか。さっきも言った通り、あまり賢い子じゃないから。賢い子じゃ。その方が他の魔術師たちとうまくやれるさ。ゲラルト、彼を探すわよ。いい知らせを待ってるわね。いい知らせね。アルバートを探すわよ。ヒョウの仮面。まあどういう時でもっていう感じはするね。なんなら、いや、そもそも剣を持ってないという。仮面つけてない人多いんだよね。主人を追い出してやる。あの娼婦と一緒になればいいわ。消えろ。仕事を探すのは大変だろう。ルビーに投資するぞ。じいさん、じいさんだと。わしは伯爵だぞ。それでそいつ。これは評価？なんだい。アルバート・ビーゲルバット。残念、お嬢さん。アドルフ・バレンティノだよ。違う人か。バカ騒ぎしている人。バカ騒ぎ。よく晴れると招待客。こっちかな。この一族の男たちは不運だな。スカロン・ビーゲルバットは若くして死んだし。それライオンだしな。確証はないが、あっちか。噂では。その時、巨大な爆発が。また食事遅れた。これかな。なんだ。いい仮面だ。いい仮面だ。うん、賢くはないな。アルバートか。アルバート・ビーゲルバットか。違うね。黒ひょうだ。グー。ああ、やっぱ当たりやね。伯爵。メヒョウトに言われてきた。ノビグラドへ小旅行のことで話がある。ノビグラドへの小旅行のことで話がある。じゃあ君らが。いつここを出発できる。そうだな、ママはみんなが酔っ払ってからの方がいいと言ってた。それに後で花火があるんだ。目くらましには最高だろ。花火が始まったらそっと抜け出して庭園に散歩に出る。生垣の迷路で落ち合おう。そこで待ってる。よし。でもその前にフィオラのロゼを味見してみな。最高だぜ。
ために来たか。アルバートが忘れてないというが、あいつ絶対事態分かってねえよな。素敵な場所を見つけておいたの。グレゴール、デルホフに会ったか？さっき。おっと、失礼。友人と間違えた。仮面が似ていたもので。ブーヒス。ブーヒス将軍か。リビアのゲラルトか。間違えた相手も友人とはな。わかんねえ。こちらは。なんとミステリアスな美女だ。正式な紹介は後のお楽しみにしよう。最後は皆が仮面を取ることになってるからな。その方が面白いと思いませんかな。え、そうですわね。ではちょっと失礼して、急いでデルホフのやつを探さねばならんので、二人も良い夜を。知り合いみたいだね。その日本語の件はこの一族の男たちは不運だな。スカロンさあ、負けんだぞ。この辺りか。ちょっと座って休まない。さあ座りますかね。やっと仮面を外せる。少しの間かもしれないけど、素晴らしい眺めだわ。ワインまであるじゃない。晩餐会とか舞踏会とか、本当に久しぶり。ノビグラドの下水道とはわけが違うわ。じゃあ機嫌もいいし、そろそろ聞いていいか。何を？さっき会った魔術師のことだ。ああ、モーリッツね。何が聞きたいの？そうだね、彼とはどこで知り合ったんだ？出会いは？魔術師はみんな知り合い同士なのよ。何世紀も生きてる人もいるぐらいだし、時間はたっぷりあるの。じゃあ君は彼とどこで知り合ったんだ？晩餐会で、大昔の話よ。彼が近づいてきて大胆に誘われたの。瞬間移動で静かなところへ行こうって。彼の誘いを断ったのか？断ったのか？そう思う？実際その後もずっと言い寄られたの。彼に好かれてないの見えた。あまり好かれていない印象を受けた。彼は上に立つのが好きで、指図されるのは嫌なんじゃない？だがノビグラドの魔術師を助けようとしているのは君だ。私があの人たちを一つにまとめてるなんて信じられないわね。人徳を他に足る人がいない。人徳だろうな。きっと君には人徳があるんだ。気をつけて、お世辞みたいに聞こえるわ。そのつもりで言わなきゃ。そのつもりだって。そのつもりだ。あら、もしかして誰が来る？アルバートかしら。違う、迷い込んだ客だ。シュ。恋人を探しに来たのかもね。エルフの物語に出てくるヒバリとカエルみたいに、インチューインチューベアグブロッカー、ピョン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 、カエルが歩く。静かに行くぞ。他の招待客が私みたいに早々に酔っ払ってなきゃいいけど。早くここを出た方がいい。ダメよ、先にあの有名な迷路を見物するって決めたんだから。噂ではそこに置かれてる彫刻はそのそのなんだ、全裸なの。トリスは。こっちよ、ゲラルト。トリス、ゲラルト、来てる？酒飲むてやべえやつやな、こいつは。これ、迷ってしまうんじゃないか？イメージと全然違うね。今までのすっげえ真面目なイメージが。壊れたね。ゲラルト、来てる？笑い上戸みたいな感じかな。お、でも迷ってないね、すごいね。
気をつけろよ。メリーゴールド、やっと会えた。こんな状況で会わなきゃいけないなんて非常に残念だ。まったくその通り。まあこの埋め合わせはまたの機会にしよう。ぜひ見てほしい錬金術の調合法が。つけられてない？大丈夫なはずだ。念のため二人の仮面を交換して。先に行く。なるほどね。後ろからついてきて。馬小屋に足を用意してある。よし、そこで会おう。そうだね、念のためね。でも武器がないのがちょっとな。さあ、15分後、生死に関わる問題と。アルバート、どうして隠れるの？アルバート、そこにいたのね。あ、アイテム、アイテムが欲しい。ねえ、私にだけ見せてくれるって。今じゃなければ何でも見せてやるんだが。あら、ごめんなさい。私、アルバート・ビーゲルバットか。ちょっと外してくれますか。貴族の身分は何の意味も持たないぞ、伯爵。変な真似をしたら痛めつけてやる。どうかな。そうだね、中身が違うからね。さあ、おられるのはどっちかな。さあ、いやー、てかゲラルドモテるからね。多分最初確かトリースっていう話だけど、ね、いて、よし、その悪い口を。お前はここで終わりだ。いて。さて、あと、あれ、まだ終わってないのか。おい。お前はここで終わりだ。終わりにしよう。くそ。おい、これでオッケー。カウンター久々に狙うと難しいね。さあ、アイテムゲットして。ああ、呪縛生物オイル、ああ、意外といいのあるじゃん。マジか。探しに行くのは途中大事かもね。さあ、出る。さあ、剣をね、返してもらわないとね。入ってこっちか。馬小屋へ行くと。心配していたのよ。ちょっと問題があった。ウィッチハンターね、ここまで来たの？いや、だが時間は稼いだ。庭園に人を送ってくれ、片付けにな。そうしましょう。あなたたちは急いで。準備はいいか？ええ、あなたの剣も衛兵から取り戻しておいたわ。イングリッドから報酬ももらった。予想よりすごく多かった。信じられないくらい。
そうか。役に立ててよかった。役に立ててよかった。いい使い道はあるのか。これでやっと魔術師全員のノビグラドからの脱出が実現できる。お別れを言いたかったら訪ねてきてね。お別れ。噴水でのことだけど、あんなことするべきじゃなかった。ワインのせいでまともな頭じゃなかったの。トリス、謝るなよ。メリゴールド、行かなくちゃ。ああ、気をつけて。さあ、オッケー。これであとはメッツと話してっていう感じかな。クエスト的にはこれで終わりかな。さあ、キーラメッツと話せばもう終わりか。いや、トリスも終わってるね。やっぱまだトリスがやり残す。ああ、やっぱあるのか。なるほど。じゃあ、切りがいいんで、ここまでにしましょうかね。さあ、政治にかかる問題はクリアと。またとない機会で。まあ、トリスの話が結構長そうだね。まあ、今後は味方のサポートをしながら整えていく感じかな。そんな感じだよね。さあ、外しておいて、あら、武器返してもらった？もらってないよね。どっか行け。え、マジ？鍵がかかった。マジか。あれ、武器マジで。え、マジか。まさかの武器が回収されていないと。そうか。マジで。そうか、そうか。まあまあ、次回またちょっと続きやっていきたいと思いますが、まあ武器はちょっと調達しようかなと思います。意外と武器がないっていうのはちょっときついな。まあちょっと戻ったらもしかしたらトリスからもらえるかもしれないしね。そこら辺は。まあバグの可能性高えな。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。